今日朝から、はい、視聴者、うちの視聴者さんに質問を募集しました。お、はい、大事なのが振り幅プラスリズムなんですね、うんうん、でこの、まあ、振り幅を当然安定させてリズムを揃えてあげると必ず距離感というのは良くなりますから、うん、次いきます。はい、IPNT3RD2 読めない。アウトサイドインのスイング軌道の癖がなかなか合いません、うん、オンプレーンを意識していてもダウンスイングで右肩が突っ込み左に引っ掛ける、はいはいはい、ショートアイアンでは上からざっくり、はいはいはい、ダウンスイングのオンプレーンをセルフチェックしたり矯正するなんかいい方法がないですよね。そもそも多分こう今ご自分でおっしゃってる通りアウトサイドインの原因が肩の突っ込みっても分かっていると思うんで、まあ、この肩の突っ込みを直していきたいんでしょうけれども肩を突っ込むってことは基本肩で振ってるはずなんですよ、ね、でってことは肩で振らざるを得ない状態になってるわけですよね今の状態ですか。これなんでかっていうと肩以外の部分を触れてないからだと思います。要はヘッドとか、まあ、肩以外に腕って肘関節、手首関節っていろいろあるのにここら辺はあまり意識しないので一生懸命こう自分が頑張ろうとした上での多分肩の突っ込みだと思うのでセルフチェックというのが今の方は少しクラブヘッドの運動を意識されるといいかもしれない。自分がどうし右肩を動かさないでクラブを振る方法を練習してほしいです。で肩を使わないでクラブを振るっていったらまず何を使うかって言ったらおそらく手首、うんうん、リストを使えばこれ肩を動かさなくてもクラブヘッドが動くから別に自分でダウンスイングに頑張って肩をボールに近づけようとしなくても振れると思う。なんかこれでもう最初は軽くでいいんで手首だけでまずはこう打つ。そうすると肩がずれない。なんかこういう動きは絶対ないよね。ない。でああなっちゃうのねやっぱ理由があるんだと思うんですよね。クラブヘッドが運動しないから自分が頑張るしかないっていう。なんか小さく振ってる時は、うん、そんなにアウトサイドインになってない人もフルスイングになった瞬間に、うん、グンって。なっちゃうよね。だからちょっと基本の木なんだけどそのこう使う意識をしっかり使える状態のやっぱり柔らかさが欲しい少し。でこれリスト使うとすると手首ってカチカチだと触れないので、うんうん、リストを使うときは柔らかい方が柔らかい方が可動域増えるから柔らかくして。でこれが何となくあクラブヘッド欲しいなこれでもって思ったら次使ってほしいのは肘関節。肘関節、うん、リストの次は肘関節。正直これだけでもクラブここまで上がる、うん、なのでリスト次リスト肘これでまた今度打ちます。これも、まあ、リストから動いて肘関節つけば、うん、これ少し多少取る。でここまで来たらリスト肘関節のまま少し体の動きをつけちゃう、うん、まだ肩使いません体回すだけ。うん、これ肩全く使ってないんでリストボディも、うん、おそらくダウンスイングでハッて自分がこう無意識に動く動きっていうのは解消されてくるんじゃないかなと思うんでちょっとこの肩から下の下ね動かすって練習をやってみるといいかなと、うんうん、リストリスト肘、特にリストこの辺柔らかく使えるようになるとドライバーでもそんなに肩を振らなくても振れると思うし、いいまあショートアイアンも一緒でこう突っ込む感じもなくなってて、やってみるといいかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、皆
皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。